小学生時代から人気のエンターテイナーが吉本芸人に。小学校低学年からエナのエンターテイナーとして知られた前田光一さんが、吉本興業所属の芸人前田かっこ仮に。幼少期からの活躍を知る人々の招きで地元の敬老会に出演しました。ねえ、岐阜の人って大きい葉っぱ見たらすぐ頬まぶし浮かぶでしょ。ですね、頬まぶしする。これ岐阜の人なんだよね、これ ね、 ね、どこかに行ってたら岐阜の人、どこにも行ってなかったら岐阜の人じゃない。どこ行ってたの、これ川上は岐阜の人、岐阜の人。ほら、前田さんは小学校低学年から高齢者福祉施設などを訪問していました。独学で覚えたマジックや南京玉すだれなどを披露して利用者を楽しませていました。高学年になると敬老会、結婚式から忘年会まで各種行事に引っ張りだこでした。スーツケースに手品やお笑いのネタを詰め込んで奔走し、家族の都合がつかないときは公用車が送迎するほどでした。出演料は一切受け取りませんでしたが、この経験を通じて皆を笑顔にする喜びを実感しました。もともと大学卒業して留学して1年間働いてっていう風だったんですけど、やっぱり自分のやりたいことが会社ではなくて、本当日本全国の人を笑わせたいってことになったので吉本に行きました。もともと好きでした。子供の頃は老人ホームは行かせてもらったりとか、お祭りの時とかにちょっと催し物やったりとか、そういうのは好きでしたね。プロの芸人になってで言うと、やっぱり自分より面白い人がいたりとか、お客さんがお金払って僕を見に来てくれたりとかするので、やっぱり中途半端なことができないっていうか、もっともっと自分が面白くならなきゃいけないなとか、もし滑っちゃったりとかしたら払い戻ししてあげたいなとかなと思います。自分の目指すところは、前田って名前を聞いた時にみんなの頭の中で前田かっこ仮の顔が浮かぶことが一番の目標です。平日は会社員として働き、週末はお笑いライブに出演して、反対する家族を説得し、自己資金で多くのスターを輩出している東京の NSC 吉本総合芸術学院に入学しました。650人の同期の中でもプロになれるのはごくわずかです。しかし前田さんは、大事なライブ直前に相方が失踪するピンチに瀕しても急遽ピン芸人で出場して優勝するセンスと勝負強さでクリアしてきました。東京の大学に行って、中国語の中国行って日本語教師して、まあそこそこ頑張ったなと思う会社に行って、その後どうしても吉本の芸人になりたいって言われた時には、私は来たかって思いました。っていうのは、小さい時から本当に人を笑わかすのが好きで、吉本の芸人って言われた時にどうしようかなと思ったら、もう周りの人がみんな、前田さん、そういうふうにこうちゃん育てた前田さんに責任あるにって言われて、確かにそうやなって、うちにもう笑って笑って笑ってそうやって育ててたなと思って、今度はもうとにかくね、いろんな人に楽しい笑ってもらうような、なんかね、もう頑張ってほしいなってね、そういう気がしました。ぜひこういう小さいね、人情あふれるエナの町から本当に盛り上げてもらって、なんか頑張ってほしいなって思います。よろしくお願いします。なかなか岐阜県恵那中津川帰ってくることできてないんですけれども、帰ってきた時にはその自然の多さとか皆さんの人情の温かさに触れさせていただいてます。岐阜また帰ってくることがあれば、ぜひ皆さんお話元気ください。ぐそぴ。地元ネタ満載のトークに笑いと拍手があふれ、大いに盛り上がりました。前田さんは温かく迎えていただき勇気100倍、自分が心から笑えるネタを多くのお客様にお届けしたいと力強く語っていました。